皆さんこんにちは、エスプリの川村です。ようやくですね、できました。 LB バックスボディキット完成です。今日はですね、やっとボディキットが完成しまして、近日開催のですねイベントに向けていろいろまだ作業が残ってるんですけど、今日はですねこちらのですね LC5 ボディ磨き、今ねこの中だとパッと見すごい綺麗なんですけど、表面がねちょっと粗いというか、ちょっと目が出てるというか、これをですね一回綺麗に、前回ご紹介した下地処理というのをやります。でその後ですね、この車に関してはガラスコーティング、お客様に売る車ではないので販売するっていうのは先になりますので、しばらくの間はフッ素コーティングにしようかなと思ってます。で今からですねその下地磨きとフッ素コーティングをやっていきますけど、その前にですねこういったゴム類なんかは確実にマスキングですね。でこれはヘッドライトなんかまだ綺麗なので、そこまで磨くっていう必要はないんですが、軽く多分磨くと思います。ということで亀井君お疲れ様です。お疲れ様です。その照明は磨きの磨を見えやすいように光を当てて確認してやっていきたいと思います、なるほど、それでこの LED でね、透光でね。ただパッと見ね、さっきも言ったけどボディのこのメラメラとかするとそんなにこの中で見る限り悪くないんだよね。コンパウンドは今日はこの極細目これですね。はいはいはい、了解。これでやっていきたいと思います。オッケー。